松林、聡恵は、日本の映画監督。元海軍士官で、僧侶でもある。法名、釈、聡恵。島根県豪津市桜井町の浄土新宗の寺の、伊藤に生まれる。小学校から茨村村万行寺に移り、中学は、広島新城中学に入学して2年生から、広陵中学に転校し、広島市へ出た。1938年に卒業した後には、 京都へ進み、流国大学専門部を卒業。日本大学芸術学部に移り、在学中の1942年には映画に、仏心を注入したいと考え、東方の撮影所の助監部に入る。学部を短縮卒業して、海軍第3期閉会予備学生となり、1944年には海軍将尉に任官され、部下150名を連れて、 南シ品モイ島の陸戦隊長となる。戦後は復員して東方への復職を経て、東方葬儀に際し、渡辺国夫や斉藤とラジローらに従って、新東方に移った。1952年に、上原県主演の東京のエクボで初監督。藤本雅美プロデューサーの東方復帰に伴い、新東方を退社して東方に復帰。以降は、森重久也主演の 社長シリーズをはじめとする喜劇や連合艦隊をはじめとする戦争映画など多岐にわたる68本の劇映画を監督した。自らの作家性よりも脚本の意図に忠実に撮影する職人気質で知られるが仏心を描こうと常に心がけていたという。先輩の黒沢明や市川紺のように華々しい映画賞に恵まれる存在ではなかったが大ヒットシリーズと 特撮調対策のどちらも着実にこなし、黒沢や市川が不在だった1960年代後半には、岡本喜八と並ぶ東方の AS 監督であった。市川とは特に仲が良く、1979年の女王鉢の応援監督として、全く違和感のない B 班をこなしている。その他、テレビドラマの演出なども担当して1980年からはフリーとなり、 1990年代以降は主に講演活動などに従事していた。2004年3月には、故郷である五津市桜江町の水の国ミュージアム104内に、少林総慶映画記念館がオープンした。2009年8月15日午前7時10分、心不全で死去。89歳没。ありがとうございます。